漁師たちは魚を取りすぎないためのさまざまなルールを設けています。まず操業時間は日の出から4時間のみ。漁で使う糸は1人1本、糸につける針も1投目は150本まで、2投目以降は50本までと細かく決められています。と手叩かれて、もし違反者が出れば違反者が所属する地区の漁師全員が一日操業停止を行い、ルールを守ってきたといいます。今金目しかいないから危機感をすごく持ってて、これがなくなったらもう漁師がダメだけど、本当そうって思ってて、自分たちで作るメタルールではやっぱり思いが違うので、自分たちが守っているような感じで魚を守っているので、ミク、外行きたいのか、外行きたいの。この漁業では地域の研究機関と協力してキンメダイの生態調査も行っています。同じな4万匹以上のキンメダイに標識をつけて放流。生態や生息域が少しずつ明らかになり、資源管理の問題が出てきました。行かないの？遠くに行った魚は、海でその後10年、15年と高いとするので、その中でたくさんの卵を産んで、を残してくれる。千葉県の漁師だけが、ね、こういった資源管理の取り組みをするのではなくて、キンメダイ漁してるみんなでやっていけば、より、良い資源管理につながるんじゃないかなと思います。わー。こうした取り組みの結果、漁獲が減る地域もある中、千葉県はこの10年、安定した高い漁獲量を誇っています。今年8月に公表された国の調査で、今の取り方を続けていけば将来も資源量は維持できると初めて評価されました。ちょっと太平洋銀行ね、私なんかはそこに魚を貯蓄してるんですよ。私たちの子供孫までずっとこのキンメダイがね、ここに海にいることをね願ってですね、ここで資源を保護しているってことです。漁師が競争するのではなく協力することで資源保護につながった地域もあります。北海道網走沿岸の鮭